全国の中学受験生の皆さん、こんにちは。中学受験専門プロ神戸指導塾の塾長の飯塚です。昨日はね、ずいぶん雨降ってましたけど、今日5月23日水曜日、ずいぶんね、東京地方は晴れてますね。今日も気分よくやっていこうと思います。今日水曜日なんで、過去問の使い方ということですね。ノアではね、結構過去問の使い方、ノア TV で結構言ってますけれども、皆さんどうですか？過去問そろそろ発売になってるんで入手されましたでしょうか？ノアの塾生にはね、第一志望校の過去問ね、少しずつ皆さんにね、着手してもらってるところなんですけれども、まあ、先週ね、慶応と青山の問題ね、今ちょっとつみんなやってもらってますっていう話したんですけれどもね、早稲田中の問題やってる子もね、うちの生徒でいますけど、じゃあ第一志望の過去問ね、これ見てちょっと着手しましたよっていう人もいるかなと思うんですけどね、今の時期ね、点数はね本当に気にしないようにしてください。問題のね、難易度をどの辺までやらなきゃいけないのかなというところをまず確認してほしいんですよ。あと出題傾向とかね、いうところですね。あと、まあ、気持ちのね、強い子と弱い子ってやっぱりいると思うんですよ。まあ、昨日ね、ゲストで出ていただいた1ヶ月合格したね、酒井君なんかのお母さん、昨日お話しさせていただきましたけどね、ゲスト来ていただいて、やっぱりね、酒井義則君みたいに気持ちの強い子ばっかりではなかなかないということで、そういう子にはね、どうしたらいいかっていうと、まあ、第一志望結構やっぱり高いところ皆さん目指されてると思うんですけれども、まあ、併願校でせいぜいこの辺で泊まりたいなっていう学校もあると思うんですよね。で、第一志望校の問題を買って、まあ、中身軽く見といて、最低でもこの辺取りたいっていうところの滑り止め校ですね、そこから過去もこの時期なんでやってみてもいいと思います。そうするとね、まあ、50% ぐらいは結構取れるんじゃないかなと。例えばね、今うちにいる塾生の女の子なんかでね、ちょっとね、ハートの弱い子がね、まあいるんですけど、まあ、その子はね、最終的には豊島ヶ丘ぐらいのところまでね、入れたいなと思ってるんですよ。で、まずね、模試で A 判定出てるところですね、例えば山脇だとか、甲羅だとかね、あの辺のレベルの問題から今やってもらってるんですよ。偏差値50弱ぐらいの学校、50ぐらいの学校かなの問題からちょっと入っていって、最終的には60からの学校を目指させるんですけれども、まずはね、あの優しめのところから、ちょっと山脇だとかね、甲羅だとか、この辺の問題から解いていって、結構私できるじゃんと思ったら、上位の学校をね、過去問をね、夏ぐらいから問題解かせたいなと思ってですね、今はね、とりあえずね、問題見てるだけというふうな状況ですね。ですので、まあ、今日水曜日ね、過去問のやり方としては、第一志望の問題は気持ちの強い子はどんどん解いていってください。で、 20% でも 30% でもいいと思います。だけどちょっとまだそこまで手がつかないよと、ちょっと怖いなっていうことであれば、滑り止め校のね、最低でもこの辺には行きたいなと思っている学校あると思うんですね。そこの問題を軽くちょっとやってみるのがおすすめですね。この時期なんでね、まだ5月ですからね、なかなかね、お子さんにそうに言ってもなかなか自分たちでそういうふうにはできないと思うんで、まあ、周りの協力ですね、まあ、家庭教師の先生ですとか、あと親御さんとかがアドバイスしてあげてほしいなと思います。なかなか集団塾だとね、一人一人のところまで目が行き届かないと思いますんでね、お母さんお父さんこれ見ていただいている方ね、お子さんにそういうふうな過去問の問題の提案の仕方してあげてほしいなと思います。Q&A のコーナーですね。これはですね、実はうちでやってる欧州館ノアの方の今回新規で来ていただいた、入塾していただいたお母さんから、Q&A が来てるんでね、お答えしたいなと思います。学校の小学校のカラーテストが結構取れないんですけど、どうしたらいいでしょうかということなんですね。で、特に算数が弱いというふうなことなんですけれども、まあ、この時期だと今6年生だと分数の掛け算とか割り算とかのところやってるかなと思うんですね、この5月ぐらいですと。で、当然中学受験生であれば、まあ、解けなきゃいけないところですよね。まあ、小学校のテストなんで90点とかは結構当たり前に行くかなとは思うんですけれども、やっぱりミスをしないというのはね、
模試とか学校のカラーテストでも重要なんですね。ですので、まあ、爪のところですね、そこはまあしっかり勉強させたいなと思います。あとね、実はあの公立中高一貫の方はね、報告書ですね、学校の通知表もすごく重要になってるんで、まあ、それを挙げるポイントね、2つですね。1つは、まあ、当然、学校のね、授業の参加意欲ですね、そこのところやっぱ手を挙げる、はーいとかね、あとノート提出をちゃんとやるとかね、あの学校の先生に積極的に授業を参加してるなと思っていただく。もう一つはカラーテストを取るっていうところですよね。でね、おすすめしたいのがね、ポピーって皆さんご存知ですかね。あの Z 会とかポピーとか、あと中学生になるとチャレンジとか真剣ゼミとかね、やってる子多いかなと思うんですけれども、結構ね、あのポピーっていうのは昔、まあ、僕たちがね小学校の時からでもある教材なんですね。で、学校のカラーテストに合わせた内容になっているんで、まあ、それがそのまんま学校のカラーテストで使われるとこういうことなんで、学校のねテストの1週間前とかね、明日テストあるよとか学校の先生が言うと思うんで、それをね、前の日とかにやってみると、こう、まあ、そこで80点とか90点カラーテスト取ったとしてもですね、当日コピーで間違ってる分には問題ないと思うんで、点数取れてくるんじゃないかなと思うんで、ぜひね皆さんポピーおすすめです。学校のカラーテストを上げるためにはね、やってみてください。じゃあ今日はね、ワンポイントレッスンね、四字熟語ね、一刀両断ということですね。意味はですね、人たちで、物を真っ二つに切ること、物事を速やかに処理したりきっぱりと決断することの例えということですね。過去問もね、普通の問題集と違うんで、うじうじうじ考えてもしょうがなくて、分かんなければね、もうこのぐらいの問題の難易度が出るんだなって、一刀両断でどんどん切っていってください。で、今の時期は細かいことをやっぱり気にしなくていいと思います。これ秋口とかね、冬休みとかね、その時期になったら細かく見ていかなきゃいけないけど、今の時期はね、一刀両断でどんどん勉強切っていってください。どんどんやっていってください。で、細かいところはね、後で帳尻合わせしますんでね、まずは一刀両断で過去問を皆さん、できればね、第一志望の過去問からやってください。でもね、自信がない人は下の滑り止め校からでもいいからね、この時期とにかく過去問に着手するというふうに勉強していってもらえたらなと思います。じゃ あ今日この後塾ある人もね、皆さん気をつけて行ってきてください。じゃあまた明日。